1ラウンドで1本決めて終わらせたいと思います。ライジンで絶対にベルト取るっていうその熱い気持ち、充実のもポテンシャルすごいがあるからね。コブラ会所属のソラサーキチです。自分は24歳でド素人で格闘技を始めて、当時 USC に行くと言ってみんなにバカにされて、悔しい気持ちを糧に USC、ベラトール、ライジンで戦ってきました。そして42歳の今でもライジンのチャンピオンを目指してやってます。今42歳でお前はもうできん、お前なんて引退しろっていう声も多いですけど、その言葉を必ず力に変えてイゴール選手しっかり倒して、42歳でも世間の30代40代50代に何かやっぱ勇気とかそういうのを感じてもらえたらいいと思ってます。熱い試合するんで皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。対戦しますイゴール田辺選手、お願いします。はい、セラビー所属のイゴール田辺です。今回の試合は、ストラッサー選手という日本を世界で日本を代表してきたウェルター級なんですけど、自分が目標とする世界一になるためには必ず超えないといけない壁ですので、今回の試合も必ず1ラウンドで1本決めて終わらせたいと思います。応援よろしくお願いします。やっぱ最初は結構その前も言ったんですけど、奥さんが妊娠した時に MMA やるって決めて、金銭的なこと考えて、で最初はやっぱその考えだけだったんですけど、もうやるにつれてどんどんやっぱ楽しくなってきて、なんかもう自分の中ではもうやっぱさっきも言ったんですけど世界一になんか なりたいですね。今なります。ありがとうございます。あとストラッサー選手にもお聞きしたいんですけど、今回の会見でも X でも28歳の時とその42歳の今も情熱変わらないってお話ありましたけど、そのどうしてその情熱を変わらないまま保てているんですか？一番はやっぱ格闘技が大好きっていうところはあるんですけど、本当に自分がやっぱそのライジンのチャンピオンを目指して今ずっと取り組んでて、やっぱ周りの方々にも応援してもらって、やっぱみんなの思いとかも背負いながら、やっぱ自分の使命感としてやっぱライジンで絶対にベルトを取るっていうその熱い気持ち、それはやっぱ一日一日の自分の行動、自分に対していかにどんだけ勝っていくかっていうところで気持ち作って毎日やってますね。はい。モチベーションがなんか落ちたりすることはないんですか？決して、試合で負けた時はそれは落ちたりするときはありますけど、絶対に僕はマイナスをプラスに変換してくる人生で来ているんで、今回絶対に今までのマイナスをプラスに全部買って全部ひっくり返そうと思っているんで、そこを見てもらいたいなと思います。そして、イゴール選手すごい強い選手なんで、最高の相手用意していただいて本当にありがとうございます。以前からサトシ選手に対するリスペクトを語ってらっしゃると思うんですけども、こうしてまた同じ大会に出られて会見で一緒にいることについてはどう思われますか？いや、めっちゃ嬉しいですね。ちょうどさっき佐藤先生にも見せてたんですけど、ちょうど12年前ぐらいの写真見つけて、僕と佐藤先生のツーショットで、こうして僕が憧れてきた佐藤先生と一緒にライジンって大きい舞台で出れるのは本当になんかもう夢のようですね。本当に嬉しいです。じゃあ佐藤選手はそういうリスペクトしてくれる後輩が活躍していることについてはどう思われますか？もちろん嬉しいね。ウイグルがいつも子供からすごいリスペクトとか優しいとかね、もう充実のもポテンシャルすごいがあるからね。でも今私分かるね、彼 MMA に出るのは。なんで彼の家族も欲が考えるからね、もちろんがいいですよね。もう人生が面白いからね。はい。